皆さんこんばんは。3連休の一番最後の日にね、この遅くまで本当に朝駆けつけていただいてありがとうございます。ここからマヤと申します。マヤがお送りしていきたいと思います。1曲目、さよならを言う前に。Yeah.
ございます。さよならを言う前にという曲をお届けしました。改めましてマヤと申します。マヤ普段神戸三宮で拠点に活動してまして、ストリートが多いんです。原点なんです。でちょっとこの間ねストリートが原点なんですってちょっとかっこいい言葉を見つけたんですよ。チラーっていろんな人のプライヤー見てたらストリートをライフワークとし活動しておりますということで、ライフワークってちょっとかっこよくないですか。なんかあんま意味よくわからないですけどライフワークって何やろ、生活の一部的なあれ何なんでしょうねライフワークってかっこいいなと思って最近ちょっとライフワークって使うようにしてるんですけどそう、ストリートをライフワークとし活動しておりますマヤですけれども、三宮歩けばマヤに当たると言われるような感じでお日よう立ってます。週3日4日多い時は5日6日7日とこうやってライブを待ちながらもはやねどこ住んどんねんって言われるんです。しかもストリートだったら機材がでっかいもの持って歩いてるんですよ。キーボードセッタローってアンプとかスタンとか全部押して歩いてるんで、もはやこいつ家ないんちゃうかっていう気持ちがあげながらねやっておりますが、まあ、無事家はあります。尼崎に住んでおりますマヤと申します。なんかまたお近づきになれたらと思うんで、後でねそんな情報のとチラシなんかも配らせてもらおうかなと思ってるんですけど、そんな前なんですけどね、今日はねちょっとなんかえらい押し込まれてる感があるでしょ、私歌ってる場所これは別に嫌がらせでもなくてね、ちょっと普段こうやってピアノで歌ってるんですけど、今日はギターのサポートの子も迎えてこの後お送りしようかなと思うスペシャルバージョンでお送りしてます。よかったらそんなも、楽しんで見てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。その前から前の曲サンクス。君がいるからこうして今日